店開けよう。あ、もうなんかドアの、あ、こんにちは、もう結構皆さん入ってますね。じゃあドア開けます。カチャカチャカチャ、ギー、どうぞ皆さんお入りください。相変わらず、今日もバイトさんがねまだ来てなくてですね、店長自らお店を開けました。はい、入って入って入ってください。はい、あ、もうどんどん入ってきてる、ありがとう。まあ、今日はねいい雰囲気でね、お店掃除できましたんでね、もう急に、あ、はい、和之さんこんばんは。どうもどうも、一番のお客さん和之さんから入りました。空いてる席どんどん入ってください。あ、それは植草さん、店長入りますよって、ありがとうございます。植草さん足大丈夫ですか、そのままね、そのあ、おうおう、バイトさん、バイトさん、どうも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 、はい、こんばんは。ちょっと遅いんで俺が先に扉開けちゃいましたよすいませんいやいやいや、カチャンってね、もう外に 7,8 人のお客さん待っててね。すごいですね、植草さんなんか足痛い痛いって言いながら入ってきましたよ大丈夫ですかね、足ねえ、お客さんお迎えしてくださいねはい、柴田さん来ましたね、こんばんはと。こんばんは、今日は、面白いネタになりそうですね、柴田さんねもし隣で今起きてらっしゃいましたら乱入 OK ですからねってね業務連絡ですけどね。カレー大好きパパさんも、はい、あ、仕事しながら聞いてますって。あ、お疲れ様、お疲れ様です。じゃああんまり仕事の邪魔にならないようなね、差し障りのない話題をしてね、過ごすかね、はい、キャーって言ってますよまあいいじゃないの。あ、もう、はい、原野さん来ましたよ。あ、原野さんいらっしゃいませ。こんばんは。はい、こんばんは、ようこそ。毎週23円お越しくださいまして、まあ、GM じゃ一番こう真ん中のいいお席、はい、こちらに座ってください、はい、今日はビップルームでお願いします。あ、ビップルームでね、はい、マリさん、はい、グラス出してあげて GM にねGM 何飲みます？やっぱりワインで、うん、はい、じゃあワイン、白と赤どっちがいいですか？赤ですよね、こういう時は。あ、じゃあちょっといいの入ってますから1本開けますよ。はい、どうぞいいね。さあ、皆さん、東京23 FC ファンさんもコンティニューコインいただいてありがとうございました。さあ、もう10時になったのかな、なりましたね、なりました、はい、はい、じゃあやりますかね。植草さん、私は介護付きでお願いしますって何を甘えたこと言ってるんですか、まあ、まあ、マリさんがちょっと介護してくれるかもしれない、うん、はい、いっぱい飲ませますね。はい、いっぱい、そう、飲ましちゃってね。じゃあ番組を始めますかね。さあ、時刻は22時を回りました。東京 23FC と実況隊のコラボ番組、クラブとファンの夜のたまり場、時間が来ましたね。私が毎週と言ったら、皆さん23と言いながらね、乾杯をしましょう。皆さんグラスお手元いいですか、はい、お持ちになってください。はい、行きます。それでは私が毎週と言ったら23と言ってください。行きます。毎週23金、いいいいですね。あ、もう本当にみんなノリがいいね、すごいね。あ、コッコちゃんさん、ゆうさん、あ、いらっしゃいませ。先週もいらっしゃいましてね、コッコちゃんさんね、はい、もう友達って感じでね、みんな。カレーさんも来る、あ、パラゲルさんも来てるね、はい、はい、あ、ゆうさんもね、はい、皆さん本当にようこそいらっしゃいました。あ、美味しい、俺も飲んじゃおう。マリさん今日はあれですか何かこうえ、おつまみ系でこう良さそうなのあるんですか？今日何にもないですね、うん、今うちに。フィッシュ&チップスもないですか？あ、そっちですか。夏が、今日は夏で、うん、
ナッツでお願いします。はい、はいはい、じゃあ今日皆さんナッツです。体にいいですからね、体にいいものを食べて。確かにね、ミネラル多いですもんね、うん、はい、はい、ナッツは大事です。じゃあはい、ナッツが大事ですっていう今日のキーワードですねよくわかんないけどさあ2021年6月2日、今日で21回目のね、はい、配信となりました、はい。タイトルとしてはボンズ市原線振り返りと無料別館浦安線の希望という感じでお送りいたします。はい、ちなみにね、過去のね、毎週23のアーカイブはね、YouTube からもたどれますけど、はい、実況隊のね、ブログの、ラジオ毎週23というメニューを押しますとですね、毎週23のこう、はい、特設ページがあって、そこの下に全部過去のアーカイブ、うん、URL 載ってますんで、昔のからほじりたい人はそっちクリックするとあっさりと簡単に探せますんで、ご活用ください。全部聞くの大変だと思うけどあ、そうですね、さあ、だいたい1時間半、ね、うん、そうそうそう、それもグダグダでね本当に人生の無駄な時間をね、こう消化したい時に聞くようなラジオ番組なんでね、よろしくお願いします。さあ、はい、登場人物、登場人物じゃない、出演者をご紹介いたしましょう。まず、私メイン MC、そして店長を務めさせていただいております東京23勝手に実況隊の、実況 MC、ブラジル36です。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとう、拍手してくれて、パチパチパチ。さあ、それではアシスタント MC さん、よろしくお願いします。どうぞ。はい、今日の夕飯はどうしてもそばが食べたくってそばを食べた、東京 23FC ファンのこうだあマリですな、ミューティーはとこだったマリです、よろしくお願いします。はい、マリさんお疲れ様です。ちょっと今日はあれだね、ゆるいねそう、なんかボロが出そうだな大丈夫かな、ちょっと、ね、大丈夫です。今日の夕飯おそばいいですね、お蕎麦ね。なんかもうずっと昼間からお蕎麦しか食べる、うん、食べたい気持ちにならず、はい、うん、思わず蕎麦を食べてしまったっていう、ね、お、冷たいお蕎麦ですか、はい、あったかいお蕎麦ですか。冷たいですね。いいですね、この時期冷たい蕎麦ですよね、やっぱりね、ざる蕎麦とかいいですよね。いいですよね。じゃあ今日の、夜ご飯縛りになりましたね。そうそう、何食べたかな。はい、じゃあレギュラーコメンタリーさん、自己紹介よろしくお願いいたします。はい、今日はいいですね。今日僕は本当頑張りましてですね、お、今日は私ね、ビーフシチューを作りました。おー、パチ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 、体が資本ですね。体が資本で、ちょっと、うん、いや、たまたまいいものを作ってよかったですね、うんうん、美味しくできました。いやいや、めちゃめちゃ美味しい、もう近所に配ろうかなと思ったぐらいでもそんなやっぱご時世じゃないんで、ちょっとあれですけど、本当にいい夜でしたね。いや、これでこの毎週23をやって明日の朝練に臨むのがやっぱ一番楽しみな GM の原野です。よろしくお願いします。はい、イエー、待機待機待機ありがとうございます。僕のなんかちゃんとも昔歌ってくれたんですけどね、あ、そうだよね、斉田さんって覚えてます？もちろんですよ。最近のね、ファンの人は分かんないかもしれないね。知らない、うん、いや本当なんですよ、もうあれは嬉しかったな、うん、僕が実況隊やるよりもはるか前にいるね、名物サポーターさんでね、斉田さんが面白い人でしたね。もう斉田さん、そうですね、聞いてほしいな。メッセンジャーで時々やってるんですよ、うん、なんか年に一度ぐらい。いいね、いいね、いいね。いや本当に、なんかのタイミングで来るんですよ、うん、いや本当来てほしいな。斉田さんがね、原野さんのちゃんと作ったりとかね、はい、あと、はい、この前都南に来てたけど、マルキーニョさんのね、マルキーニョさんも実は昔23に所属してた時があって、うん、フロンターレのマルキーニョさんなんだけど、で、はい、マルキの歌とかあったりとかね、もう懐かしいですね、ハルさんね。手でやる、手の紙のなんか紙芝居じゃない、なんていうんですかね、あ、写真撮って、そうそうそう、適当に作ってやってくれる、そうそうそう、斉田さんのあれが結構面白かったんですよね。試合後のインタビューでね、
選手にこうね、紙のボードを持たせるんですよ。でその紙のボードにね、結構えぐいことが書いてあって、例えば、監督俺を使わないあなたは問題だとかって書いてある紙をね、その時そうスタメンに出られなかった選手にもこう持たしてね、ほんでなんかインタビューするみたいなのかね、面白かったよね。俺も結構持たされて、持たされたの、監督時代とかも要はなんか全然サッカーやる気ありません、場合監督とかね、変なやつも、西社長、常に社長を狙ってますとかね、もうひどいやつを持たせて写真撮ってそれをアップするから、もうそうあれ今でもできんの、やっていいの、いや俺そしたらインタビューとやろうかな、あれインタビューの時いいっすね、面白いっすね。そう、俺今日はごめんとかっていうのさ、19番に持たせるとかさあ、ごめん、ちょっと今デリケートなところ行っちゃったね。じゃあとりあえずレギュラーコメンタリーの原田大樹さんでした、よろしくお願いしますお願いします。はい、それからコメントサポートですね、今日もコメントでね、今参加してくれてます、東京23勝手に実況隊の、映像のマエストロですね、パラグエルさんです、今日もよろしくお願いいたします。今晩 の、 ご飯シリーズですよ。あ、書いてあるよ、あ、なんだって、鳥の五目煮、鳥の五目煮って書いてある。あ、いいですね、これ自分で作ったのかな、奥様かな、息子さんかな、パラゲルさんとこ息子さん結構ご飯作ってんだよご両親の。そうなんですか、そうそうそう、すごい優しい、よくできた息子さんで、まあそのうち実況隊デビューするかもしれないなって噂も聞くけどね、パラゲルさんの2代目として映像職人としてね、はい、映像とかやってるんですか。なんかでも結構音楽系のことやったりとかね、多彩な人みたいで、すごい、まあいずれ縁がありましたらよろしくお願いしますということで、パルゲさんよろしくお願いいたします。さあ、マリさん、本日もね、ファンの皆さんのコメントについてのご案内よろしくお願いします。はい、毎週23は皆さんのコメントで作る番組です。常連さんも初めて聞いてる方も、23サポーターも、一元さんの方もぜひぜひコメントお待ちしております。面白いコメントはどんどん拾っていきたいと思います。また番組で取り上げてほしいテーマや質問などございましたら、ツイキャスコメント、またはツイッターにハッシュタグ東京 23FC、 もしくは毎週23をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあ今週あった23ネタをお送りする、23トピックスのコーナー行きましょう。今日はマリさんで進めますって、はい、なんか先週の台本がそのまま残ってるけど先週の台本めっちゃそう、それを見て先週の台本だなと思いながら、まあとりあえず書いとこうと思って一応全部書いてきました。これ削除するの忘れちゃったまあ今日はじゃあ両方2人でやるよ、ね、振り回しますかね。はい、はいはい、今日はまず2つありまして、基本的に、はい、ボンズ戦のね、振り返り、それから、はい、来週今週末か、はい、やりますブリオベッカ浦安戦のね、まあ試合前のこう、はい、おしゃべりって感じなんですけど、まず1本目、はい、ボンズ市原戦の振り返りをみんなでやりましょう。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、まあ、コメント皆さんどんどんね、いただければいいと思うんですけどもね、いろいろこう喋りたいことあるでしょうからね、拾っていきたいと思うんですけど、週末の5月30日ってあれ何曜日だっけ、日曜日だっけ。日曜日ですね。日曜日でしたね。日曜日です、はい、はい、試合がありまして、関東リーグの前期第7節、ボンズ市原対東京 23FC、夕方っていうか、ね、午後3時からのキックオフでしたね。場所は、はい、ZA オリプリスタジアム。はい、どうですか距離感は、東京からの距離感は。マリさん、 ZA 遠い、遠い、遠かった、やっぱりでも実家なんで、ね、実家っていうかね、実家があった場所なんでね、遠いって言ったら怒られそう、あれらしいね。はい、はい、なんか現地で結構あれでしょ、散策してて思い出深かったんでしょそう、めっちゃあ、おじいちゃん家めっちゃ近いですみたいな話をしてましたなるほど、まあ、そんなボンズさんにね、ちょっとゆかりのあるね、マリさんですけど、
まあ現地につきまして、まあ当日のこう雰囲気とか何かこう気づくこと感じることとかってありました？なんかあれですね、懐かしい感じがするんですよね、うん、すごく。あ、市原に、あ、市原に。いやっていうか、うん、なんかこう古き良き感じもするし、あそこで確かにね。残留決めた、あれ残留決めたのあそこですよね。そう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 。2年前あそこです。はい。うん、とかそういうのを思い出し、普通のスタジアムだなと思いながら。はい、そうだよね。もうそうか、残留決めたのって去年じゃなくて一昨年か。一昨年ですね。いやー早いなー、はい、うん。天気はあれ曇りでしたっけ？天気晴れてたっけ？結構晴れてましたね。そうだよね。晴れてました。風が強い強いっつってね。そうだよね。はい、うん、あの隣の野球場で、おそらく小学中学生の大会かな、あの結構、うん、あの強いチームが集まってて、お母さん方がまとまっていたんで話聞いたら、関東大会であの強いチームが集まってるんですつってね、すごいうちの子はみたいな感じで自慢しいし言われちゃって、まあ、とりあえず頑張ってくださいみたいな、ね、盛り上がってた、すごかった。パラグエルさんから、うん、いつも風が強く電波が弱い市原って言われてます、うん、あ、これは後の句が一番大事ですね電波が弱い市原ね、ここを多分強調したいだと思うよ。パラグエルさんは黒をなんか太字でね、はい、カレー大好きパパさん、いきなりボンズ強かったですねってはっきり言っちゃいましたね。強かった、うん、まあでも この件はね後でお話しいたします。はい、スタメンとかサブの方は皆さんもご存知なのかな、まあ、23だけちょっと簡単に話しますけど、スタメンはゴールキーパーが大石文也がやりました、はい、であのこれ原野さんにお聞きしたいんですけど、これフォーバックですよね、今日あのジェフボンズ戦は。ボンズ戦は記憶にございません、うん、あ、もう記憶消されちゃってるか、デリートか消された、うん、なんかあの4枚だったような気がします。そうですよね、あの、はい、私の記憶だとセンター、あの真ん中、あの大石文也さんがゴールキーパーやって、フォーバックで、うん、センターバック2人が高人さんと、あと、あ、渡辺高人選手と、あと誰だっけ、はい、高木慎一郎選手か、はい、スタメン、あ、初スタメン、はいはい、そうだよね、すごい初々しかったね、その前には堂々としたプレーだったけどそうそうそう、で右サイドバックが市川優馬さんで、左サイドバックが多田智弘さん、はい、右手に光り輝くキャプテンマーク友みたいな感じでね、はい、そうで大木達平選手が、アンカー、あのそのフォーバックの前に一人こうなんていうの、ワイパーみたいな感じでね、あの相手の攻撃をこう、うん、あの振り払って、その前に4人選手が並んでて、誰だっけ、右が柴田隼人、うん、真ん中2人が誰だっけ、高橋翔平選手と、あと清水選手か、そうそう、睦月の方ですね、あ、睦月選手ね、清水睦月、あ、そう、睦月の方ね、清水今2人いるからね、で左が、雲野翔斗選手、はいはい、雲野選手も初スタメン、初スタメン、はい、嬉しそうだったね、プレーしてるの見てね、うちの子供が昔初めてスタメンで出た時みたいな感じの雰囲気でねちょっと私は感情移入をしてしまいそうでして、でフォワードはあの清水光選手ね、結構だから 顔がね、新しくなったというか、結構こう入れ替えてきた感じだなと思いましたね、うんうん、そうですね。マリさん、なんかスタメン見ててこう感じることありました？もうまずその、うん、新しく、ね、入った選手2人がどうなのかな、うん、ドキドキしてないかな、うん、と思いながら、うんうん、見てましたね。でもちょっとすごい楽しみだったんで、うん、はい、うん、ただ高木慎一郎選手に関しては全然なんか初めて出た感じもなく、うん、なんか堂々としてるなて、ね、すごいよねマジで、はあはあ、あの顔が動画なんのにさ、結構心臓が太いというかね、うん、あのピッチにの上でいる時とさ、あとインタビューする時が別人で、はい、こいつ本当に高木選手なのかなと思うぐらいだったけどね
まあいいや、経過の方さっさと話しましょう。試合経過の方はですね、前半、22分にね、ボンズの沼選手が、先制点を決めまして 1-0 で、で後半はね、結構頑張ってチャンスも作ろうとしたんですけど、なかなかシュート打てなくてね、0-0 ということで、トータルスコア1-0でね、残念ながら、負けてしまったという試合でございました。はいはい、原野様、はい、よく、今日は電波悪いですね、はい、よく聞こえないです、ね、嘘だな、どうぞ、まあでもさ、まあ、ここからみんなコメントにどんどん入ってほしいんだけど、カレーさんなんかがね、ボンズ強かったですねって言ってますけど、うんうん、僕も相当ボンズさんってやっぱり連動高くて、今年一番すごい強かったなと思って正直思ってるんですけど、春野さんどうですか、うん、この試合の90分をこう総括すると。そうですね、なんか分かりました、これなんでちょっと記憶がほんとちょっとないのかと思ったら、あれ終わったその日にオンラインサロンをやったから、はい、やりましたね。あ、はい、オンラインサロンでもうなんか全てを語った感があって、はい、なんか本当になんかそうです、普通だったらここでいろいろ喋るはずが、うん、なんかちょっとオンラインサロンでそのまま帰って、うん、ちょっと渋滞でちょっとイライラもあり、うん、でちょっとそうなんですよね、なんか全てを結構オンラインサロンでマリさん語りましたね、この試合について、ね、すごいなんかね、みんながそれぞれその試合に思ったことみたいなのとか、うん、すごいなんか深い回でしたよね。そうですよね、なんかみんながこう結構いろんな話をして、ズーム会、反省会も直後の反省会ですから、はい、なんか良かったですね。結構すごいじゃん、深いというか鋭い重たそうな感じじゃん、なんかみんながそれぞれ、うん、原の GM へぶつける回でしたけどね、ほぼそうぶつける回だった。もう全部ただ僕は受け止めただけですけどかわいそう、サンドバッグじゃん。それをこうなんとかかいくぐろうとしたんですけど、全部もうバシバシ殴られてました、ね、被弾よかった、全部ストレートだった、はい、ズームで良かったです。あれ対面のオフ会をやったらボコボコにされてましたね、うん、そんなでもなかったじゃないですか。いや、いい回でした。でもなんでだからだと思っています。だからなんかこういう、もうなんか一回振り返っちゃった感じですよね。そうですね、蒸発してるので、じゃあマリさん簡単に言ってよ、どんな話だったのか。もう忘れちゃった、そのオンラインサロンの中身。ここにも何名かいらっしゃるんですけど、こう、うん、なんかみんながそれぞれその試合を見て、うん、まあ、こう思ったとか、うん、まあ、こうすればよかったのかなとか、うんうんうん、あとそれよりも前の何試合とかも含め、なんか思ってることとか感じたことみたいなのをちょっと伝えたりとか、うん、前後の試合の流れの中に、そうそう、じゃあこれから、あ、違います、次の試合とか、うん、これからのホームの試合で何をしようかみたいな話とかも、うん、からの GM が振ってくれたんで、うん、まあ、みんなでそれを考えるみたいな感じな、うん、いいな、考えてなんかこう、あの毎週23の視聴者にこうお伝えできるようなネタはないの？お伝えできるようなネタ、あ、お伝えできるネタはね、ネタはあれ、うん、次回6月13日にまた、そのズーム会をやることはもう大決定しましたので、また、大決定の時は、皆さん、ちょっと多くの人が参加できるように、ちょっと考えます、そこはそこの企画で。うん、あ、じゃない、次回、はい、次回に向けて、ね、反省をして、ボンズ戦の反省をして、で、これからはこうしていかなくちゃいけないっていう、うん、もうクラブのもうフロント会議でしたよ、ほぼ。僕の中でフロント会議、もう僕の中でいろいろ、もう皆さん本当客観的にこう見て、あの意見言ってくれるんで、本当やっぱありがたいですね、あれはなんかいいですね、うんうんうん、
なんで、まあ本当でも、はい、ボンズはまあ、皆さんのまあ印象もあれだったんですけど、まあ強かったっていうのはそれまでなんですけど、うん、まあでも、うん、やれ、うん、もう少しできたかなっていう気持ちはありますけど、まあいろいろちょっとフォーメーション変えたりとか、うんうんうん、まあちょっとうちの方も怪我人が出ちゃったりとかいろいろあったんで、まあ、その中でも、まあ、出し切った試合ではあるんですけど、まあ、結果的に、うん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 、今あの画面の方にね、心メーターの映像絵を出してるんですけど、うん、これでも私たちが欲しいところがアイコンで隠れちゃってるな残念なやつだいやこれは計算してなかったな、グラフ作るとき、あのこれ心メーターで、ね、ちょうど集中してますよ僕が。これね、春野さんわざと見せないようにここの上に言わない確かにまあでもあのまあこれ見せれねえな、どうしようかな。まあ心メーターこうあの今週のね、今季開幕からずっと一個一個取ってまして、あの、はい、一番上の濃い青い紺色青色っていうのが、まあ、ウルトラ満足した人たちで、で真ん中のちょっとした、うん、あのブルーが、うん、結構良かったぜ、で一番下の薄い水色が、いや俺全然心躍らないよこのぐらいじゃっていう感じだったんだけど、はい、やっぱりね、あの過去 3連戦のは最初の開幕3連戦はもうご存知の通りこうでね、うんうんうん、昨日は日立さんね、ごめんなさい、ボンズさんはねやっぱり、過去の中で一番厳しかったですね、はい、数字でよく、はい、見ました、はい、心超打たれたがいなかったんですよね。あ、そう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 。ね、あ、俺書いてるの忘れちゃった。なくなっちゃったな。超打たれたがね、ゼロでしたね。うん、うん、うん。それでね。それ、うん。あ、でもこれでもね、俺やっぱありがたいなと思うよ、ファンの声って。ちょっと待ってね。よいしょ。ね、心メーターね、投票総数がね、19票でした。でその前のね、日立戦がね14票だったんで、まず投票してくれた人は少し増えてます。あの 5人も増えてます、うんうんうん、でものすごく打たれたっていうのは、0% で、まあまあ打たれたなっていうのが 53% で、打たれなかったっていうのが 47% だから、うんうん、ABC でいうと B と C がね、半々ぐらいって感じだったと思うんですね。で心打たれポイントっていうのは今回10ポイントなんでね、まあ、今シーズン一番厳しい、数字を、いただいたかなって感じですね、うん、たださ、投票総数が前回よりも伸びてるってことは、あの皆さんこう、うん、あの本当に心がある人しかこのメーターに投票してくんないからさ、だから、はい、あの厳しいけれどもすごい愛ある無知かなって俺は個人的に思っていて、うん、そう、あのうん、なんかあるマリさん、この件に関して。いや、なんかこう最初の試合とちょっと比べてみてって、うん、なんか最初はすごいがむしゃら感がすごいあって、うん、で私たちもどういうチームか分からなかったし、うん、なんか選手たちもどうだったか分からないですけど、うん、なんかみんながみんなすごい、うん、こうなんだろう、一生懸命やってるのがすごい伝わってきてたんですけど、うんうん、別に一生懸命やってないわけではないのかもしれないんですけど、うん、なんかね、うん、そのがむしゃら感がすごい感じなくなってきちゃってたなっていうのが、ここ数試合、うん、なんか勝てるでしょうみたいなところが、あ、なんか、うん、このなんていうんですか、関東リーグにみんな慣れたのかなっていう感じがしてあ、なるほどね、なんかなんとなくですけどね、なんだろう、うん、なんかそういうのを感じちゃうこの後半何試合だったんですよ、うんうん、なんか最初のちょっと見た時にすごいなんかこう、うんうん、クリアソンの試合とか特にガムシャラ感って言ったら変なんですけど、うんうん、なんかそれと同じ感覚で見れないから、やっぱちょっとずつ変わってきてるんだろうなとは思って、うん、
あの視聴者の皆さん、もしあのコメントとかあったらどんどんあの書いてってね、あの皆さん思い思いのことを勝手に言いますからね俺ね実はね、あの、まあはい、あ、まあ原野さんに違うよって言われるかもしれないけどね、ちょっとマリさんと違っていて、はい、あの凡戦のスタッツ見るとさ、はい、うちはシュート2本しか打ててないじゃん、はいはい、前半0本後半2本ですよ。だからシュート2本で、まあ、得点のってなかなか大変だと思うけど、うんうんうん、ボンドさんもシュート7本しか打ってないんだよね、うんうんうん、で、印象的に、まあ、ボンドさんがこう23にボールを持たせてたなって感じもするんだけれども、まあ、それよりも、あ、なんていうのかな、あの今年の23ってまだ失点が多分6ぐらいだと思うんですよ。でリーグの中だと、うん、まあ、上3分の1ぐらいに入ってるこう失点数なんで、あの思ったよりも守備が大崩れしてないなっていう感じがするのね、うん、あの例年ひどい時ってすごいじゃん、まあ、崩れ方がさ、ボンズやってるのに前半で 4-0 とかで負けてた試合なんかもあったから前には、はいはいはい、それ考えると結構試合のこうなんていうのかな、あの守備っていうのが今年は安定してるのかなって気がするんですよね。でただ皆さんのそのモヤモヤ加減僕も持ってるんだけど、この得点が入らないとかシュートができなくなってきたっていうのはやっぱり関東リーグがどんどん進んですごい勢いで研究されて、かつ相手が強くなってってるから、うん、まああんまりこう自分たちがこう悪いのかなっていうよりもやっぱり相手がそれを超える研究をしてきたからなかなか思う通りができなくなってきたのかなって気もするんですけど、春の GM、ブラジルさんのこのサッカー感はどうでしょう、合ってるんでしょうか、合ってないんでしょうか。いや合ってると思います。あ、よかった。いや本当に、うん、まあ、これはね最終的に終わってみないとわからないと思うんですけど、まあ、あの、まあ本当にまだ途中でね、いいも悪いもわからない状況なんで、で、まあ本当にあの滑り出しが本当にまあ良かっただけに、やっぱ皆さんの期待も一気に、いやいやいや期待してなかったんですよ最初皆さんは。なんで期待してない、もうマイナス100から入ってますからね。あの開幕前僕サポーターミーティングを開催したんですけど、その時なんてもう本当僕、うん、はい、もうその時の方が結構ボコボコ言われてましたからね。でだってリーグの予想順位なんかみんな7位8位だったもんね。いやいや、そうそう、7位8位どころじゃないならまだいいじゃないですか。いろいろ言われてましたからね。もっとしたか、うん、でそれぐらいのところからやっぱ、うん、で、まあ、チーム自体が、ね、監督変わって選手変わっていろいろな意味で変わってったんで、うん、やっぱりどうなんのっていうみんな未知数だったじゃないですか。で、うんうんうん、ちょっと広げてスタートした時のあの衝撃はやっぱり、うん、なんていうんですかね、やっぱちょっとインパクトを与えて、うん、でまあそこの流れで次が、うん、それでエドリクがあって、うん、エドリクもやっぱ絶対負けられないユナイテッド戦で入って、うんうんうん、でエスペランサもちょっとなんかこうやらなくちゃいけない、うん、なんか勝ち上がってたんで、うんっていうところから、うん、まあ、ここまではまあ順調っていうか皆さんのこうなんか期待を上回るこう戦いをしてたので、うん、やっぱそうするとやっぱもう期待はもう開幕前とはもう雲泥の差でこれはもういけるぞみたいになってたと思うので、それ以上のやっぱみんなの目も高いところに行っちゃったんで、もう多分フロンターレを見てるような目で見てたんだと思うんですけど、そうじゃないっていうことをもう一度ですね、まあ、いろんな意味で、まあ、選手ももしかしたら、ね、勘違いしてたかもしれないんで、うん、まあ、そこら辺は、うん、まあ、もう一度ね、あの今週首位の浦安やれるので、うん、まあ、ここが本当にクラブとしても、まあ、本当に、うん、あのいいタイミングだと思ってるので、うん、まあ、だからもう一回その皆さん、うん、描いたあのクリアソン戦っていうのは、うん、まあ、本当に やりたい気持ちは多分選手も思ってるし、まあ、小松さんも思ってると思うんで、うん、まあ、もう一回そこにこう帰るっていうのは、うん、なんか、まあ、いいきっかけをこう皆さんからもらって、なんか、うん、いい形でいけると思います、うん、そうですよね。あの今年ほらあのいろいろアウェイ実況行くじゃないですか。で、はい、アウェイのいろんな方と話するときに今年の23は強いよねって言われるのよ、
今年のって何なんだよってここまで言われて、でもまあそうだよな、確かにそうだよね。でも23強いねってあえて皆さん俺らの顔を見て言うってことは、弱いと思ってたら思ったよりも強かったねっていう意味で言ってると思うから、多分俺たちノーマークだったんですよ、リーグ始まるときは。でしょうね。でもあの開幕 3連戦して、で内容を見ると結構いいサッカーしてたから、多分結構そこからちゃんとマークをされ始めたのかなって気もするんですよね。だから、まあ、それはもう間違いないですね。研究、うん、ですよね、研究されてるのはもう間違いないので、うんうんうん、まあそれはやっぱ、うんうん、ずっとやっぱり首位で居続けるやっぱ川崎フロンターレとかどう考えてもね、研究されてもあそこまで圧倒できる、まあメンタリティと技術とか、まあそういったもうまあ隙がないっていうかね、あそこまで行くには本当で、僕らはまあ要はまあノーマークなチームっていきなりポン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 って勝っちゃうことはあると思うんで、まあ僕らはもう本当に一試合一試合をまあ全力を尽くすっていうのが今年のテーマでもあったので、うんうん、まあもう一回そこに、やっぱ勝ち続けるとやっぱいろんな意味でね、周りもちょっとチヤホヤするし、うん、選手もちょっと勘違いしたこともあるし、うん、まあそこをやっぱ常にこう、うん、同じ気持ちで1年間戦い続けるっていうのがまあ難しさでもあると思うので、うん、ここでまあ落ち込む必要もないので、まあここからもう一回、うん、今まで積み上げてきたのをもう一回首位相手に試すっていう形でやりますので、皆さん、心メーターをちょっと超打てるように、そうそう、心メーターは頑張れ上がるからね。これ切れちゃいました。そうですね、ブラジルさんが切れちゃったのかな。え、初めてじゃないですか戻りました。ごめん、なんか俺急にみんなの声が聞こえなくなったからさあれお店からみんな出てっちゃったのかなと思ったら、はい、俺が落ちてたんだね。そうそう、あれっつって帰ってこないねって言ってたらすいません、あのみんな急にお店からいなくなったんで、お客さんが急にいなくなっちゃったのかなと思ったら俺がなんかばったり倒れてて落ちてたみたいで大変失礼いたしました。皆さん大丈夫ですか。あのあ、皆さんなんかふっと気がついたらちゃんとみんなが席に座ってブラジルさん何かあったんですか。いや、みんな待ってくれてそう、みんな待ってくれて、なんか停電したみたいな感じでしたよ。あ、そうっすか、うまい、ブレーカー落ちたみたい。春野さんすいません、俺何の話してたのか忘れちゃった。あ、今年の守備どうですかって話、23の。いや、それはもうだいぶ前じゃないですか。もう終わったんじゃないですか。そんな話。あ、その話終わったの。いや、停電、もしかしたら、もしかしたら停電中に喋ったかもしれない。それ喋ったかもしれないです。え、マジで？ちょっと待って、じゃあ後で聞こう。そんな話してました。あ、まあ守備、守備がないですか。守備が。いや、今年なんか今のところすごい守備がよくできてるから、あの守備の連動を先に進めてんのかなとか思ってたの。いや、まあ、小松さんは、まあ、守備っていうより、アグレッシブなサッカーをやるっていうところで、クラブとしても今年だから、見る者の心を打つフットボールっていうのをテーマでやってるので、そこに大量失点をするとか諦めるとかっていうのがないので、基本的には考え方に、でそこをプラスに、戦術とか、相手とかが出てくるので、なんていうんですかね、根本的には、決まりさんが言ったがむしゃら感じゃないですけども、攻守に切り替えだったりとか、運動量とか、球際っていうことは、それがベースだという話はずっとしてきてるんで、なんで、守備がいいというか、最後の最後まで諦めないとか、もう一歩足を出すとか、ボンド戦の失点も、最後、ユーマも滑って、たまたまこう、また抜かれちゃうっていうか、そういったところ、みんな体張ってると思うんですよね。負けちゃえばね、そこもあれかもしれないですけど、そこはもう基本的にみんな意識高くやってるので、そんな崩れるっていうことはないと思うんですけど、やっぱりボール持っててシュートが入んなかったりね、なんかちょっとスペルでだんだん流れが悪くなっちゃうっていうのはあると思うんですけど、
まあ、そこの根本的なベースは、はい、崩してない。開幕の頃ってあの清水光選手が結構フリーでこう打てるようなこうなんていう体勢があったりとか、まあ、実際シュートバチバチ決めてたじゃないですか。で最近やっぱこう清水選手がなかなかこうゴール決めるどころかシュートを打つこともこうしづらくなってきてるっていうのは、これはあれですか、相手がやっぱり清水選手の光選手のこうマークのつき方が上手くなってるんですか。まあまあまあ点取ればマークもきつくなるんで、まあそこら辺は、うん、まあ、エースの宿命っちゃ宿命ですよね。なるほど。じゃあこれを乗り越えて本当のエースになるわけですか。そうそう。いやでも1試合に1回ぐらい光るところはチャンスありますからね。それをまあ決めれるのがエース、エースっていうかね、うん、チームの大黒柱になるとこなんで、まあこれはね、うん、やっぱ打てば入るってそんなサッカーも甘くはないんですけど、そこのチャンスが来るので、うんうん、やっぱそこを仕留めるこうリラックス感と、なんつうんですかね、なんかやっぱ力入っちゃってるのはもう力んでるよね。力んでるのは分かるんで、やっぱそこは決めなくちゃっていう、まあそこをもうちょっと、うんうん、決めれるのがまあプロに出たりとか、うん、そういったところになっていくと思うので。うん、1回ぐらいあれですか、毎週23にゲストに来てもらってこのグダグダな感じをあの体験してリラックス、あこうやってリラックスってするんだなって思って、ね、いやでもなんかこの今のこのプレッシャー、うん、だから俺が決めなきゃって言ってたんですけど、うん、まあ、なんかそういう自分が決めなきゃいけない、うん、自分が決めてないから勝ってないんだってちょっとギフティングのお返事にも書いてあったんですけど、なんかそういうプレッシャー責任感とかも、うん、なんか逆に私は今受けてていいと思うんですよ。その中で次の1点でなんか変わりそうなんて変わるような気がするんで、うん、なんか逆に今そのプレッシャーを受けて、うん、受けた時にそれでも点を決めれる選手になってほしいから、うん、なんか今ここで逃げないでほしいなっていうのはある。そうか、うん、上行けば行くほどこんなプレッシャー日常茶飯事になるからね。そうだから今それでなんかこれに潰されないでそれでも頑張ろうとしてるんだったら、なんか、うん、頑張り続けてなんか吹っ切れる時が来るんじゃないかなと思って見てるんですけどね。あの崖の上からこう子供を落とすライオンみたいな感じだね。結構厳しい人なんですね。行ってこいっつって、え、うん、ツバメと一緒ですよ。やっぱね、自分で飛び立たないといけないんで。あ、自分で飛べと。そうやっぱり。春野さんどうですか。俺はもうね、まあ、ストライカーの宿命ですよ、うん、もうそれが嫌だったらもうフォワードなんかやっちゃダメだし、うん、もうこんなの当たり、うん、言われて当たり前に、だって一番前にいるんで点取れって、まあ、普通の一般の方からは言ったって思いますよね、うん、一番前にゴールの一番近くいるんだから決めなさいよって、うん、でまあ思うし、自分もそれがやりたくてちっちゃい頃からゴールいっぱい取ってきてるんで、そんなの大丈夫です。もうむしろそのプレッシャー楽しむぐらい、はい、そうそう、うん、このいや楽しんでると思うんですけどね。だからそうだよね、楽しんでるっていうか、うんうん、だってそれがやりたくてフォワードやってるんで、うんうんうん、だからあの全然あのまあだからそこのなんていうかメンタルとかの練習するしかないんで、あいつすごい練習の時すごいスーパーゴール決めてるんですよ。あ、そうなんだ。小松さんの時に小松さんの時にそれ取っときなよっていうぐらいのすごい人で、紅白戦とかで。マジでスーパー練習のプロ。いや練習のプロって、いやだからリラックスしてるんだと思う。リラックスっていうか、あ、まあ、要はいや本当にこれ、いやここの毎週兄さんに喋るときはリラックスすると思うんですけど、やっぱ俺も試合現場行けば緊張するのと一緒で、そういつもピリピリしてるよね。いやそりゃそうですよ。もう試合の時もこのグダグダ感でやってたら俺もちょっとさすがに、でもあのパルベルさんの、そうパルベルさんの、あの、まあ、肩持つだけじゃないけど、実況隊も実はライブの時ピリピリしてるよね。いやいや、それはだから感じますよ。だからどっか俺だけグダグダしてんだよね。いやいやいや、ブラジルさんもだからあの南葛戦はちょっとピリついてたって俺見た言ったじゃないですか。あ、そうか。外野の人になんかちょっと怒って、今ちょっと待ってっつって怒ってた。だからやっぱ試合になるとやっぱりみんなもミスらないように集中するじゃないですか。うん、上草さんなんてずっとピリピリしてますからね。
あ、ね、植草さんさ、このなんて毎週23で来るときと現場で会うときって別人だよね。いや別人ですよ本当に。俺このいつも毎週で書いてるこの植草さんってさ、これ本人かどうか俺最近疑ってんだよね。あ、パラグエルさんから、選手も乗り越えなきゃいけないし、うん、機材も自分で買わないとねって。あ、植草さん。今回もすごかったもんね。いやもう完全に乗り越えて次の山また登ろうとしてるから、この人、うんうん、早かった。今回皆さん、あ、そうだよ、あの今回あの動画視聴された皆さんどうでした？あのちゃんと得点表記とか、あの今までになくこう綺麗に出てたと思うんですけどね、あのその辺ももし何か気づいたことあったらね、コメントいただければありがたいな。パルヤさん結構システム本当見直した感じだったよね。全特化してますもんね。マリさんがそれのね、あのなんかちょっとウェクサーさんが反応してるからほっとこう。あ、ウェクサーさんはちょっとあのあれなんですよ、うん、あのこのボンズ戦の前にあのちょっと足を痛めて。ああ、はい、そうでしたね。うん、ね、選手よりひどいテーピング巻いてましたからね、足に。松葉杖ついてもいいぐらいの感じじゃん。そう、それぐらいな、うん、まあ3日前ぐらいに LINE もらった時はもう絶対来ないだろうなっていうぐらいの LINE でしたから、うんうん、それをやっぱりテーピングしてくるぐらいのやっぱ熱い方なんで、うんうん、皆さん、うん、植草さんも構ってあげてください。あ、映像すごく綺麗でした、ね、あ、 ありがとうございます。パルゲルさん映像綺麗だって、うん、まああのいろんなことがあったボンズ戦ですけれども、あの僕的には強いチームとやれてよかったなっていうのが最終的な、結論でして、あの次節はもっともっとね、あのボンズに一泡吹かせてやりたいなと思いますね。はい、いやでもボンズ戦もまあ皆さん強かったって言うんですけど、全然うちらも本当やれてる部分も、そう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 、もう全然あの高木出たりショート出たりムツキ出たりとか、まあ本当にあのまあ急増チームっちゃ急増チームぐらいの状態ではあったんですけど、まあその中でああいう王、まあ栃木さんの前は王者ボンズでしたからね、まあそういうあのボンズさんに相手にまあ結構あのまあチャンスもあって、シュートはちょっと2本ってなって、公式記録2本ってなってるんですけど、あれももうちょっと打ってた、もうちょっと打ってました。あれはもうだって前半もゼロってなってるんですけど、タカがだってあのコーナーちょっとラグビーゴールとまた間違えちゃったやつね、あの俺でもあれラグビーゴールちゃうんですよ。あれちょっと懐かしかったんですけど、最近タカさんすごいゴールばっか決めてたから、あ、いつものタカさんが戻ってきたな。あれがタカです。あのラグビーゴールに、ね、ラグビーゴールにホイッスルがいつもあいつの音だけピーってラグビーのピーって音が違うやつですから、ね。そうピャーってやつ、ね。ツーポイントっていうやつ。これタカさん聞いてないだろうな、ラジオ。いやいや、あいつは聞いてると思いますよ、ちゃんと。やばいな、どうしよう。タカさん応援してます、ブラジルです。タカはオーバーヘッドしかできないんですよ。なるほど。いやでも惜しかったですよね、ああいうのとか。いやだからショートも一回前半でヘディングで打ってます。はいはい。だから前半も2本あるし、後半も何本かあるんで、まあ6本ぐらいは打ってるんで、まあそうですよね。最初は光もラグビーゴールありますから、ね。あとムツキも2本ぐらい打ってたような気がするんですよね。あ、うん、そうそう、春さん、ムツキ選手、ムツキだった。うん、そう、ムツキ選手体がすごい強くなってない？あのボール失わない度っていうのが筑波のよりもパワーアップしてる感じがするんですけど。いや、ちょっと伸びてるなって感じ。うん。ムツキはだからこれからまだまだ伸びしろある選手なんで。ありますよね。ちょっとだ。うん、だからまだだから筑波戦に出るのがちょっと早すぎたっちゃ早すぎたんですけど。あ、全然
全然あのこれから良くなっていくと思います、うん、そうですよね、うん、あと高木選手もセンターバックでさ、あのあんなね、うん、強度の高いボンズ相手にほとんどなんていうのかな、大きなミスなかったんじゃないですか、私は見る限り。そうですね、だいたい試合に 1,2 回はボンミスするのが高木なんですけど、うんうん、完璧にやって、うん、まあ、ね、失点するシーンぐらいですかね、うん、自分はちょっと話した時に、うんうんうん、まあ、ああいうところの、うん、まあ、まあ一瞬っていうか、うん、まあ、それをずっと継続しなくちゃいけないんで、うん、あとはもうフィードのとことかはあの彼の持ち味なんで、うん、まあ、いい展開もしてたし、うん、こういう自信つけてくれればいいんじゃないですか、ね、いい経験だったと思います。ねえ、メッケモンだよね、本当高木選手、うん、すごいいい選手。去年のそう市原カップにトップで使って、うんうんうん、あのまあ去年も途中でトップを上げるとか話はしてたんですけど、うんうん、彼の中のメンタリティ的には、まあ、まだ早いとかいろいろ悩んでた部分もあったので、うん、で今年は、うん、市原カップから、まあ、市原カップもよく、はい、まあ、そこそこ良こかったんで、まあ、今年トップに上げて、うん、市原カップの時はちょっとやっぱ、うん、まあ、反応が遅かったりとかちょっとあったんですけど、うんうん、やっぱりあれさ、関東リーグのこうプレーのスピードにこうついていくのってやっぱ実戦を積まないとなかなか大変難しいんですか。ああ、それは違う、全然違うと思いますね。トリーグドリームって関東2部と1部でも全然違うし、ああなるほどね、やっぱりそこはもうやっぱスピード感は、うん、トリーグとはもう全然雲泥の差だとは思います、うん、ショートあのなんだっけ、ショート選手もあと運のショートだっけ、ショート選手も、はい、あの練習ともう実践じゃ全然違うから最初あのなかなかこう入るのが大変だったけどって言ってましたね。ああもうあいついつも元気でうるさいキャラなんですけど、うん、本当アップ静かでしたからね、うん、緊張してたの。はい、もうみんなに煽られたんで、小松さんも言ってたんじゃないかな。ショート静かだな、気づいたらって言われてたぐらい。もう知ってたら俺もそれで最後インタビューいじったのにな。いやもうね、初先発でショートはもうずっとやっぱもう出たいっていうのはやっぱずっと出てたので、うんうん、でこんないきなり先発もらっちゃったから、うんうんうん、サブでもちょっと一回出てれば、うん、ちょっと。うん、雰囲気だったり緊張感があるけど、うん、いきなり出たいって言ってたもの、ね、うん、いきなりボンズ戦先発ってなったと思いますけどね。ああ、それじゃあ毎週23って言えばいきなり何マリさんがメイン MC をやらされるようなもんだろう。全くアシスタントなし、まあ、もうそんなね、ブラジルさんそのぐらいのことで言ってるとショート怒られるかもしれない。そんなもんじゃねえわっていうことで、そんなもんじゃねえわってそっかそりゃそうですよね。じゃあなるほどね。いやまあそうやって大きくなってくんだよね。いやそうです、うん、あの先発で出るのとやっぱサブで行くので、うん、それだけでもやっぱもう前日から全然違いますからね、うん、もう寝れなくなったり、うん、興奮したり、うん、リプレイしなくちゃいけないっていう空回りになったり、うん、だからこれを常にこう平常心で常にやっぱ戦える選手っていうのがやっぱいい選手で、うんうん、まあそれをコントロールできれば、まあ、みんなプロにはいけるんですけど、うん、なかなか。あ確かに。でもこうあの運のショート選手みたいに一回こうスタメンっていうのをこう味わうと多分練習の次からのこう濃度とか密度とか変わるでしょうね、うん、まあそれは全然違うじゃん、ね、うんうん、そういうところも見越して小松さんはこうあの選手にチャンスをこう出してあのなんて全員のこうレベルを上げようとしてるのかなって気は少しするんですけどね。うーん、そうですね。でもショートは、うん、たまたま西葛西で自転車乗って、うん、走ってたらちょっと遠くからなんかショートに似てるなって思ったら、うん、普通にあのインド人の方だったんですよ。確かに。だからなんかショートって堀りが深くてなんかよく考えたらちょっと外国人風な顔してんなと思って今日。あのポリネシアン系の雰囲気があるよね、沖縄とかね。そう本当に対面側から来たからそうなんかショートって言っちゃいそうな、おいショートって言いそうになったらそっくりで。
まあ、あの日本の日本人はね、イケメンなんだ、イケメンだってことは分かりますけど、かっこいい。そうですね。なんかあの今後の見どころをあの間違った方向で視聴者に与えてる気もするんだけど、とりあえずカレー大好きさんは反応してるからいいや、喜んでくれてるからね、高木選手インターセプトも良かったですねということでね、カレーさんありがとうございます。さあ、じゃあ、 あの大体ボンズ戦はこんな感じで、浦安戦の方にちょっとネタをね移したいと思うんですけれども、はい、ボンズ戦でそういえば、あのいいよ、すいません、もう一個あった、いいよいいよどうぞ。あの、うん、ボンズはあのうち の、 あの 大エース大黒柱ってあの伊藤隆二が、お、あの、はい、栃木から今年ボンズにまた戻って移籍してたんで、うん、まあ終わった後に、はいはい、あの喋、うん、ってたんですけど、本当にでも、はいはいはい、ボンズさんの、うん、まああいつはちょっと出れてなかった、うん、今回はあれだったんですけど、うん、やっぱめっちゃ強いじゃないですかっていうのは1戦目だったんで。な負けて勝ったけど、内容は、うん、いやうちのがケチョンケチョンされてましたよって言ってたんで、まあ、あっちのベンチも、まあ、やれてる感じはなかったと思うんですよ、うん、だけど、まあまあ、勝負には勝ったっていうところだと思うんで、内容的にはあっちとしては全然やりたいこともできてないし、まあ、自分もあと知り合いもいたんで喋ったら、いや全然でき何にもできなかったっすっていうのが印象だったんで、うん、中では、まあ、だから相手としてはやりづらいし、うん、まあ、うちもいいサッカーできてるんだと思うんですけど、その最後のフィニッシュだったとか、クオリティ上げていかないとっていうのを、うん、まあ、そういう会話の中でも自分も感じたんで、やっぱ相手もやっぱ、うん、まあ、嫌だろうなっていうのは分かったので、うん、まあ、そこら辺は変な、こう、満身じゃなく自信持って選手もやれば、分かる分かる分かる。いいと。相手がそういう脅威を持ってくれてるんで、うん、なんか崩されて点取られたって感じは全然なかったし、ないよね、なんかそういう意味で崩されたなとかやられちゃったなっていう感じは全くなかったんですよね、うんうん、だからこそ悔しいっていうこの何試合かをずっとそんな感じだったんで、だからうちも崩してるんですけど、最後の、うん、なんていうんですかね、うん、将棋で言えば王手って詰めれない、なんかもう逃げられちゃってるというか、 あっちもうまく、うん、まあ、ポジションに取られたり、まあ、こっちの最後の王手がちょっとそこに王手しちゃったらダメだよってところで王手しちゃうところで王手しちゃう、うん、だから、うん、そこの最後 の方にそうそう、あ、見手前ぐらいをちゃんとクオリティっていうか質を上げていけば、うん、もう何点でも取れるんですけど、うん、その最後の5枚ぐらいがパスとか、うんうん、だからもったいないことが多いんで、そこがだから、うん、ここが良くなれば絶対もっと良くなる。そうだよね、もうそこは練習のビルドアップはね、あんな今日、うん、栃木シティさんもそうだったけど、強度あるチームにそこそこちゃんとビルドアップもできてるからね、あとは本当最後の仕上げの部分だよね、うん、そうなんですよ、うん、まあ、そこが一番サッカーの面白いところというか、うん、あの、まあ、お互いにあっちもそこを防がないで、うん、そっちはそこをどう見なしてるんだっていうところなんで、うん、まあなんとかね、うん、ここを首位の相手でやれればいいと思いますので。そうですよ、サッカーは相手があって初めてできるのでね、まあ、まあ悔しさにどうしても飲まれちゃうけどね、あの冷静さを失っちゃいけないね、うん、ファンもね、あの、うんうん、よくなってるところはちゃんと褒めて、でダメなところはやっぱ叱咤激励して、まあ、一緒にね、あの肩組んでね、前歩いていきたいなと思うんですけどね、うん、さあ、そしたらね、ブリューベック浦安戦の、まあ、期待といいますかね、はい、今もあって、あの春の GM から言いましたけど、6月の5日の11時だから今週の土曜日ですよね、はい、東京 23FC ホームで行われるブリューベック浦安戦、場所は、はい、多摩南豊ヶ丘フィールド南豊ですね、通称ね、関東リーグ前期の第8節となります。はい、マリーさん、これ試合会場普通に電車で行くとどこだっけ、多摩センターだっけ。あ、そうです、多摩センターですね。そうですね、そっからバスです。あの、はい、そうですね、普段なら皆さんもね、多摩センターで待ち合わせしてバスとかってくるんですけど、残念ながらね、今節もあの無観客リモート待ちとなりますので、はい、原さん、これ予定通りライブ配信は大丈夫ですか、やらせていただいて。はい、もうリリースもしちゃいました。
ありがとうございます。じゃあ皆さん、あのリモートマッチですけど、あのパラゲルさんがまた手ぐすね引いてね、こう手をパンパンって叩きながらね、機材準備してくれると思いますのでね、あの映像の方でぜひね、あの楽しんでいただければと思います。自伝開始早いよ早いよ、まだまだ今日水曜日ですよお客さんなんか、まあ、あのあれですよね、必ず、うん、どうぞ、うん、相手チームも こっちの映像を見てくださいみたいな宣伝してますけど。あ、マジで。はい、あ、本当。23の方がやるので、その配信を見てくださいってブリオベッカさんのホームページに書いてありました。あ、そうですか。じゃあ、はい、あの相手チームのファンを取っちゃうぐらい頑張らないといけないね、俺たちもね、うん、そんな感じでした。そうですよね。まあ、あの会場は南豊川か南豊ですけれども、あのこれはあの、はい、23と浦安のカードはね、あの江戸川挟んだ、うん、西と東でね、白と青の対決っていうんで、あの江戸川クラシコになってますのでね、今節も江戸川クラシコ としてのこうバチバチした試合楽しめると思います。はい、さあ、それで、どうだろう、なんかどうですかマリさん、あの浦安戦に対するこう期待とか何かあります？え、それはあの向こうの13番小泉龍と、うん、バーサス多田智弘って感じじゃないですか。なんかバチバチしてたね、多田と。そうだよね。仲いいのになんかクラス外でいなくなっちゃってみたいな感じでね。そう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 。そうだよね。隣のクラス行きやがってって言ってるような。ね、うん、まあでも今一番きっと活躍してるのがそこなんで、うん、うんうんうん、ブリオベッカ、そうですね、前世、あ、でも13番で出てるね小泉龍斗ね。そうですそうです、ずっと出てますね、ほぼ出てます。なるほど。あれ斉藤翔太は今出てないんだね。そうなんですよね、なんか最初の 2、3試合は出したような気がするんですけど、そこからいないので怪我かもしれないですし、うんうんうん、あ、そうだね、まあ分かんないですけどね、うんうん、そうですね、リーグ順位でいうと今ブリオベッカってどの辺にいるんだっけ。ちょっと今、あ、ブリオベッカさんは俺今ね、あのなんだっけ、関東リーグのゴールノート見てんの、はい、こんな便利なの、残念ながら1位ですよ。あ、本当だ、ブリオベッカ5勝1敗首位チーム、うん、5勝1敗1分け、うんうん、おお、はい、得失プラス10ってすげえな。そうですよ、うん、ただこの後待ってるのが栃木、ボンズ、日立と、おお、感じで、そこの試合が残ってるみたいでした。なるほど、はい、そっか、栃木さんもまだ1試合少ないんだね。これ、まあ、3取ると16か、うん、なるほど。ってことと、やっぱり栃木、ブリオベッカ、ボンズっていうのが今3強にいる感じですね。怖いですね。あと追いかけるクリアソン、あとクリアソンか、そうそうそう、うん、これよく見たら筑波ももう5位まで上がってきてるんですね。筑波すごいですね、4連勝するとあっという間に上がるんだね。うーん、だ俺たちも4連勝すればあっという間に上がるんだから、まだまだ大丈夫じゃないですか、うん、ちょっと強気になってきちゃったよブラジルさん、ね、はいはい、まあそんなあのブリオベッカさんですけど、あの原野先生、あの浦安に対してこうどうでしょう、試合前のこういろいろリサーチとか、こうどこをつけば浦安が膝かっくんでこうひざまずくかみたいなないんですか。いや、それはやっぱ小泉龍斗じゃないですか、やっぱり。なんかこう、龍斗を精神的に追い詰めるようなこうあれがあるというのにね、試合前に一言言うとそれだけは言わないでくれみたいな。やっぱ帝京第三高校卒なんで、やっぱり。あ、そっか、後輩じゃないですか。そうですね、先輩風吹かしてお前分かってんだろうな、みんな分かってんだろうなって言ったら浦安行ってました、うん、お前来年ちゃんとやるんだろうなって言ったら浦安行ってました、うん、
面白い、なんか失恋する感じだね、あの話を聞くとね。うん、振られちゃったんですね、3年です。そうそう、まあでもいいね、出会いがあれば別れもあるのがサッカーだから。ただそんな浦安もさ、あの前節ね、うん、あの実況中にすごいニュースが入ってきてね、あの筑波さんに、はい、あ何を動画ダイジェスト、はい、大事です。俺もね、見た、あの1点先制して後半の6分かなんかに、はい、もういきなり3点、ね、連続で取られてね、後半最後ですよね、40そう最後さ、もう最後の最後に、ね、84分とかに1点入れられて、ね、でアディショナルタイムで、あ90分の間に2点入れられて逆転されて、アディショナルタイムで1点入れられて 3-1 か、うんうん、え結構何脆いところあるじゃん浦安って感じでさ、なんか心折れてましたね、うん、折れてたでね、俺ねあの一応フル動画見たんですよ、はい、最初ね、はい、最後津波監督のねあのインタビューがあって、はい、あのファンの方にっていうんでね、前半飛ばしすぎて、後半は迫力なくなったかな、はい、動きがちょっと鈍くなったなみたいなことを言ってたんですよね、うんうんうん、そうだからあの玉の今週に土曜日暑いのかな、あの玉がもし暑かったら、あのうちの若い衆のあの体力で振り回せばひょっとしたらまた筑波戦再来みたいなことが起こるのかなって今すげえ期待してるんですけど春野様、私のこれは妄想でしょうかいやいやいや、うん、それはもう、まあ、逆転じゃなくてうちがやっぱ先制してこう逃げ切りたいですね、やっぱり、うんうんうん、1点取れれば、今ちょっとまた取れてない病になってますよね、うん、はいはい、あんま取れてないですよね、うんうん、だからエスペランサに勝った南東に戻ってくるって縁起がいいじゃないですか、そこに戻ってくる、なるほど、はいはいはい、だからそうですね、大丈夫、うん、まあ、いろんな意味で、まあ、本当、うん、首位のチームはもう間違いないので、うんうんうん、だからもう何も失うものもないんで、もう本当頑張れとか、うんうん、いい結果が出ると思いますよ、うん、なるほど、今年あの首位をこうずっと、まあね、連勝して走ってた浦安さんですけど、去年に比べてこの部分が強くなったなとかっていう変化は感じます、原野さんは。いや、まあなんかそういう、まあもともとだから昨年も、うん、まあ自分の中ではな、うん、3位っていうか、地決地域リーグ、チャンピオンズリーグ出るぐらいで、あのチャンピオンズリーグでも確か負けてないんですけど、うん、そこまでの、うん、なんていうんですかね、うん、チーム力ではないかなとは思ってたんですけど、あそこでああいう結果を収めれるっていうのはもうすごい、まあ、精神的な強さだったり、うん、なんかこう積み上げてるものをすごい感じてたので、うん、まあ、それが今年こう、うん、うまい形で今出てるんだと思うんですよ、ね、うんうんうん、だけど前節でちょっと崩れたっていうのは、まあ、何かが、うん、まあ、いろんな意味で慢心がどっかであったのか何かがあったんだと思うので、まあ、そこら辺がやっぱ継続していくっていうか、うん、ですごかったですから、やっぱり浦安戦やった時も、もうコーチングがもう何て言うんですかね、もう本当ポジティブな、うん、なんかこう文句言い合うとか、なんかこうチームがバラバラになってるっていう感じをこう感じさせないような、まあ、チームにはなってるって感じてたので、うん、まあ津波さんがもう何年目ですかね、だからいろいろこう3年目かそうですよね、だからなんか伝わ、うまい具合にこう伝わってんじゃないですか、うん、ね、ハロンさん、ちょっと黒いブラジルさんが出演していい、あの 1-0 で勝ってて残りのほらあの試合間際に3点取られてこうひっくり返されるって、やっぱチームの選手たちにこう心理的 な, こうなんていうこ心がこう欠けてしまうようなことってあるんですか、不安というか。いや、まあまあ、まあ、その時はだからもう 1-0 でね、いつもだったら逃げ切れるはずが追いつかれたっていうのにちょっと落ちて、でまさか逆転されるなんて思ってなかった、2失点連続失点だったと思って、そう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 、でそこでもう完全にあーってなったところも3点目なんで、もうだからチームとしてはやっぱりまあ
まあ、なんていうかね、まあ、良くなかったっていう、すごい反省をできる試合だとは思うので、あ、まあ、完全にでも、あの3失点するときは壊れてましたよね、あのバランスがね、こう、そうですね、あーみたいな、まあ、それはもう、まあ、2点目取られたらもう壊れるのは分かるんで、うん、なんで、まあ、そこでも3点目取られたんで、まあ、うん、あそこはでも逆に開き直って、また戻れる可能性は高いと思いますけど。変に 1-1 とかで終わってたら、もしかしたらちょっとまあこれは仕方がないねぐらいで終わっちゃったかもしれないですけど、うん、もう3点取られちゃったらもう開き直って、うん、もう一回俺らもやらなくちゃっていう気持ちで来るとは思うので、ああそうかそうか、いやこの失恋みたいな痛手が次週も今週もあのつながっなんていうつ引きずってくれたらいいなと思ってたの、黒いブラジルさんはそんなことなさそうだね。まあ、そこら辺はね、うん、ないわけじゃないと思うんですけど、うん、まあでも、うんうん、まあそこはもう、うん、別に84、5分まで、まあ、いつでもで勝てたんで、うん、もう悪い内容ではなかったと思うので、うんうん、いや実況スキマトークのテーマをね、まあ、1-3で勝とうとかっていうのにしようかなって一応思ったのよ逆にこの日のされるからやめた方がいい。ああやっぱそうだよね俺がなんか言うと必ず逆になるもんね。逆になる、分かった、もっと謙虚になります。ダメですよこれ、はい、これ相手のチームも、うん、の人も見てるということを、うん、あお、そっか、そうなので、じゃあ調和するとかえって強くなっちゃう、うん、そうですよ今回特に静かにしてます。はい、でも植草さんがそろそろ秘密兵器出しますかって書いてあるんで、秘密兵器が出てくると、他に秘密兵器今怪我中じゃないの大丈夫なの植草さん、どんな秘密兵器があるの最近植草さんが何を言いたいのか分かんなくなってきてね酔っ払ってるのかなこの人はみたいな、まあ、グランドであってもちょっと大概だからな植草さん、時々なんか何を見てるのか分かんないの、振り舞いをする時もあるしね、うん、なるほど。まあ、そうするとじゃあ逆にあの原野さん、あのこれからね浦安と戦いますけど、あの23としていろいろ成長していかなきゃいけないこう課題があると思うんですけど、この試合はどの辺にこう課題があって、僕らはそれを どの辺をこう注目してみると楽しそうですか。まあ浦安さんはやっぱり、まあ、まずはもうこの江戸川を挟んでのこの近隣クラブチームなので、うん、はい、まあ、そこの、はい、まあやっぱ負けられない相手だとは思うので、うんうん、まあまずそこはね、もう内容云々じゃなくても結果を出すっていうところが、まあまず第一歩というか、うん、やりたいところなんで、はい、まあ、浦安はそういう相手というか、そういうなんか永遠のライバルでこうやっていきたいっていうクラブとしても思ってるので、うんうん、まあ、一緒に切磋琢磨してるというところなので、うんうん、はい、まあ、いいゲームができればいいと思ってます。はいはい、じゃあまずは気迫ですね、気持ちを強くって、うん、まあそうですね、もう これはもう間違いなくそこだと思うんですけど、ね、うん、浦安の良さって僕の中でもそのメンタリティーの安定感っていうか、うん、うん、だから、はい、まあ、なんか さっきのコーチングの話じゃないですけど、本当に、ね、うん、なんかね全然関係ない、うん、なんて言ったんだっけな、もう謙虚にあれよとか、センターバックとかディフェンス陣が前の選手に言うような、そういうコーチングをしてたり、試合中の謙虚にあれよなんていうコーチングが出るの久々になんかすごいなと。あ、そうですね、だから変な軽いプレーとか、なんかちょっといいプレー見せてやろうとか、そういうことじゃなくて、ちゃんとこう、ちゃんとしたプレーを90分間やるんだよ俺らはっていう、なんかそういうチームを感じてたんで、やっぱサッカーに誠実ですね、まあ、うん、いや、うん、なんかそういう、まあ、うんうん、なんかまあ津波さんもプロでやってきて、こう何年間社会人もこうやって見てきて、うん、なんかすごいいいところにこうたどり着いてるんじゃないかなっていう感じがしました、うん、プロから、あ、僕もそう、プロからいきなりこっち来るとやっぱ分かんないことだらけですけど、うん、まあある程度何年間やってきて、うん、で、うん、まあプロと社会人のこの違いも分かってきて、うん、なんでプロになれないんだとかっていう、うん、こいつらはって考えていく上での一番いいコーチングとか、
考え方とかを伝えてるんじゃないかなって思います、ね、なるほど、まあ、カントリーグを知り尽くした小松さんとね、津波さんのね、うん、あのこの対決でも楽しみだね、うん、いやそうですそうです、うん、なるほど、そうなんですよね、そうなんですよ、僕もだからちょっとね試合前にね小松さんとジョイフル本田つくばの小松さんとボンズの一応見てったんですよ、うん、対戦成績を、はいはいはい、はい、先週、そしたらね、うん、1点も取ってなかったんですよ、だからちょっと俺は心配だったんですけど本当取らなかった、うん、ちょっと俺の予想も当たっちゃった、うん、もう見ないようにします、うん、過去は、ね、そういうか、それなら小松さんが何ボンズに苦手意識があるのかなってこと、そうだからなんかジョイフル本田戦であのいきなりなんか小松さんもちょっとやっぱ古巣相手にちょっとやりづらそうだったからやっぱ古巣とか気にしちゃうかなと思って、ボンズ戦ってジョイフル対ボンズってどうだったのかなって今まで見たら点取ってなかったんです、うん、ああなるほどね、面白いね、だからそういうのやっぱちょっと考えて当たっちゃうとちょっと嫌だからもう見ないことにします、ね、うん、あ、じゃあ今回はね。いや皆さん見ないでください、今の話は。今、ピー入れてください、ピー、はい。まあでも、過去ももう終わってることだし、未来は幻想だからね、今この瞬間に何をするかしかないからね、サッカーはね。うん、はい、そうですね。うん、いや、楽しいな。ブリョベッカー浦安戦、皆さん、本当、また無観客リモートマッチですけど、ぜひね、はい、実況隊の動画でお楽しみください。うん、それから まさか聞いてると思わないけど、もし浦安ファンの、ね、人がいましたら、まあ、浦安さんのファンの人も楽しめるようにおしゃべりしますんでね、よかったら動画見てってください、そう、あれですね、それからちょっと、どうぞ、浦安さんの ゲストもなんかちょっと聞いてみたいですね、うん、であればなんか、あ、はい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 、なんか誰かいるんですか、ね、うんうんうん、なんか浦安さんがじゃあ、皆さん見ていただけるなら、なんかね、浦安さんをちゃんと紹介できる方がいた方がいいですよね。うん、ああ、そうですね。まあ、よければ全然、当日乱入でも対応できますから大丈夫ですよ。はいはいはい。いや、パラグレーさんがやっぱり、なんでしたっけ、テロップみたいなの作りたいんじゃないですか、やっぱり、名前の。あ今度はやるかな。あ、なんてパソコン持っていけないもんね。うん、あ、そうなんですか。あ、他にも。うん、まあ、じゃあちょっと聞いておきますよ。誰が来ても大丈夫。うん、はい、きっと。わかりました。じゃあ盛り上がる。じゃあ、うん、1万視聴を目指してやりましょう。じゃあ。あ、いいね。1万視聴いったら本当に。はい、皆さん本当、YouTube ね、1000人超えるとですね、iPad とかでね、ライブ配信ができるようになったりするんですよ。機能上ね、結構いろんな機能がね、使えるようになるんでね、広告費とか聞いてどっちでもいいんですけど、そう、結構ね、1000人超えるといろんなこうコマンドがね、使えるようになるの。チャンネル登録が1000超えるとってことですか。そう、1000超えると iPad でライブ配信したりとか、確か今もそうだと思うんだけど、そう、だから皆さんね、ぜひ、なんだっけ、マリーさん、この前言った、チャンネル、いいねと、いいねと、チャンネル登録、うん、はい、よろしくって、ね、お願いします。ああ、それじゃあ、マリーさんがそれ言うの、今度、仕事ね、YouTuber で、ね。それ、毎回、あれじゃないですか、ダイジェストとか、うん、だって2000人、3000人視聴してくれてるんですから、うん、チャンネル登録してくださいって言えばしてくれるもんじゃないですか、そういうわけじゃないですか。ああ、うん、でね、少しずつやっぱりね、増えてってるんですよ。ありがとうございます、本当に登録してくれた人。うん、あと、だもうちょっと、あと今、940ぐらいだっけ、ね、60人、うん、そうそうそう。すごいですね。え、かなり増えてないですか、前だって780とかだったの。そうそう、800人ぐらいだったの。そう、 そうですよね。うん。だから、クラブのやつが、クラブが300人ぐらいなのに、もう、引き離されちゃいましたね。打倒実況台で、打倒実況台でやってるんですか。あ、いいね、いいね。あ、じゃあ一部と二部で聞く。いいですね、このライバル関係もね。俺もオンラインサロンには負けないぞって感じだけどね。大丈夫、こっちはもう10万人視聴なんで、毎週23は勝てませんそう
プレッシャーかけないで俺もこうビビって得点ができなくなっちゃうタイプなんですからあとあれですよね、まあ、どうぞどうぞ。ホームということで、はい、オフィシャルのイベントとしてエンゲートのキッティング、そうかそうか、その辺教えて教えて、何やるんですかエンゲートっていらっしゃったので、うん、はい、うん、なんかエンゲートでそれぞれの選手やチームとか、うん、まあ、実況隊ももちろんあって、うん、そこに、うん、応援のコメントですとか、ギフティングっていうのができるみたいで、うん、はい、前回もホームの時にやっていたんですけど、うん、まあ、その時に私ヒカル選手と角田選手に角に課金、うん、ギフティングしてたら、つい 2,3 日前に、そう、投げ銭です。そしたらなんかメッセージが返ってきて、はい、うん、なんか頑張りますみたいなのが来たりとかもあったので、うん、なんかこういうの、うん、もし興味がある方とか応援してる選手がいたら、うん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 、とか実況隊とか、うん、スタッフとかにもそう入れられるみたいなので、はい、ぜひなんか、はい、何ポイント入れたらなんかステッカーもらえたりとかっていうのもあるので、うん、ぜひぜひ参加していただければと思いました。あ、そうですね、はい、ギフティングもそうなんですけど、はい、うん、そうそう、試合動画なんかも一言二言コメントを入れると、うん、試合を見る時のこう感情移入度が上がるよね、うん、で僕もよそのチームの試合の時ね、なんて実況隊のあれを隠してですね、こうやって入れるじゃない、思ったことでそれがね、読まれるとちょっとねドキドキしちゃったりするわけよ深夜ラジオの投稿者みたいな感じでさ、だからちょっとでもそうやって参加するとね、楽しいよ ね、 そうす、うん、ね、なんかコメントか、うん、コメントも送れるみたいなので、コメント送ったら、うんうん、その後に見てた、うん、いただいて、はい、うん、なんかメッセージ来てたんで、うん、はい、清水ひかる選手は俺が決めてればそんな試合が続いてしまい責任を感じていますっていうコメントが来てたんで、まあね、頑張ってもらおうと、はい、はいはいはい、ゴールを狙い続けますと書いていただいたので、はい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 、そういうねコメントとかも戻ってきたりとかもするので、うん、ぜひ、うんうん、ぜひ皆さん、スタッフ宛てのギフティングがあるのですかって植草さんから来てます、うん、スタッフ宛てあるけどあなたのはないなって感じかなうっそぴょーんみたいな。花野さん、これギフティングするときって何、どこを見ればこれが分かるの？何を？ギフティング、今ほらマリさんが紹介してくれたじゃない？エンゲートのやつって、はいはい、皆さんがこう興味持ったらどこに行けばこれできるの？興味持ったら、リンクがなんか貼ってて登録しないといけないですよね、うん、そうなんだ。あ、何それ、23の公式ツイッターとかホームページにリンクが入ったの？公式ツイッターで、うん、出てるはずです。うん、うん、うん、うん。なるほど。高橋 P から詳しい情報がこれからバンバン流れる。ああ、なるほどね。高橋 P のお仕事か。はい、高橋 P が、はい、はい。高橋 P がもう、うん、ギフティング投げ銭、うん、投げ銭、うん、投げ銭をやってますんで、うん、ちょっとこれから分かりやすくどんどん出すと思いますので、うん、ぜひ。皆さん、はい、まあ、それがこう選手にもそれは伝えてまして、うん、要は、まあ、なんですかね、こう、まあ、応援したいけどなかなかこうサポーターとかファンの皆さんの気持ちとか声が届かないっていうのもあったので、うん、まあ、リモートマッチを通じて、うん、まあ、こう盛り上がりというか、うん、なんかこう直接選手のところに声が届いたりとか、うん、まあ、ちょっと課金っていうか、そういう投げ銭みたいな制度なので、うん、まあ、それがこう多くなっていけば、まあ、選手に最終的に年末にこう、うん、なんかうまくこれが還元できれば、うん、まあ、選手にとってもこう少しでもなんかこう自分のこう、なんていうか、ね、栄養の栄養費にしたりとかできるようにちょっと、うん、してるので、選手にも頑張ってこう、うん、人気を高めていきなさいっていう話をして、うんうんうん、なんかランキングみたいになってるから本当にあれですよね、人気度が分かる。え、マジですごい。ショートが、高橋 P 曰くショートさんが半端ないっすって。ショートはだからブランデューで、前のブランデューでなんかやってたみたいで、やっぱりなんか慣れてるみたいで、うんうん、
なんかすごいあの もっといろいろ活かしましょうよみたいな感じであいつもいろいろ言ってくれる。すごい。もういいよ、ダントツ人気になって大丈夫だなって言ってます。皆さんショートファンの皆さんお願いします。ショートに関連されますね、なんかあれだね、マリさんお賽銭みたいだね、はい、神社行ってね。いやでも俺はそんな感じだったんです。もう投げ銭してもやってたっていう。そうゴール決めてこいみたいな。そう、光が取れないのはあの投げ銭のお賽銭が足りないんだ。お賽銭が足りないです皆さん。お賽銭を使うじゃあさ、ギフティングした後にさ、こうやってガランガランガランっていう鈴をやっぱ準備しといて、でみんなで光る、いいで、ね、光るよろしく頼むって お祈りでするようにね。そうですね、本当に決めてほしいんですよね、うん、でもなんかそういう責任は感じてるって言ったら変ですけど、うん、そうですね、これで光のポイントがめっちゃ増えちゃったら、あいつシュート打てなくなっちゃうかもしれない。怖くてダメなんだ、プロになれないじゃん。いやそれぐらいにやっぱそうですね。あ、光にじゃあ期待しましょう。うん、もう皆さんギフティングお願いします。うん、今週はじゃあもう光ダントツにもありえないぐらいのポイント数を上げてください。うん、で点取れるようになったら今度フミヤに行って順番にこう一人ずつこうなんかポイントにギフティングでやっぱり期待度がこう分かるような感じがいいですね。あ、なるほどね。あの選手の出場級みたいな感じでなんとかボーナス、ね、そうですね、うん、ファンとかサポーターとかの人たちが期待してる度合いがもう分かっちゃう、ね、まあね、いいですね。じゃあ皆さんぜひ、ね、エンゲート、はい、もう俺の中で23お賽銭箱っていう風に名前が変わっちゃったんだけどさ、ギフティングじゃなくてお賽銭、お賽銭箱いいっすね。お賽銭箱、23神社にあるお賽銭箱、そうそうそう、あイメージがつかみやすい神社いいっすね、うん、だからもうほぼお賽銭ですからね。お賽銭のノリ、別にそこになんか払ったのにやれよっていう金感情じゃないですもんね、うん、もうお賽銭です。そう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 、おでお祈りしてそうなりますよね、うん、で太っ腹なね偉い人は1万円をポーンって入れちゃったりとかね、僕なんか100円入れるんでもドキドキしちゃうけどさ、お賽銭なんかさ、うん、はいはいはい、いやでもそうです。じゃあ皆さんそれで、ね、どうぞ。お賽銭して、うん、お賽銭してなんかすごい、うん、なんか光のゴールとかでこう喜べたらすごいすごいいいですもんね。そうだよね、わかりました。お賽銭効果、お賽銭効果ですよね、うん、あとあの、じゃ あの今ふっと思いついたんですけど、実況隊もじゃあ一つのあの江戸川クラシコイベントで、あのまた試合中の前にね、あの皆さんほらコメントいっぱいいただくんで、あなんだっけ、あの、うん、ファーストゴール賞だっけ、あのマリさんが言ったやつ、この浦安戦に最初にゴールを決めるのは誰かっていうのを皆さん思い思い言っていただいて、あの当選者の方はってね、あの抽選であのゲストでね、あのこの番組にご紹介しますので、春野さんに面前で言いたいことが言えると、そんなチャンスをゲットしていただければと思います。なんかこれもイベントの名前考えてよ、この試合のファーストゴールはゴールは誰だとかさ、なんかそんな感じで、ね、ファーストゴールはテクイズね、ファーストゴール、うん、ファーストゴールそう クイズみたいな感じ、多分マリさんがこの後決めてツイッターで明日の朝ぐらい流してくれますから、はい、よろしくマリさん企画ってことでよろしく。ダメだこのぐらいでプレッシャーだったらメイン MC になれないよなりたくねえよ、何目指してんですかってまた押し付けてるんじゃんって言われちゃうね。さあ、今日はね、あの2試合をね、あの集中的にお話してきましたけど、もう23分を超えちゃってますんでね、終わりの方に入りたいと思います。原野さん、番組終わりですが、何か最後にありますか。そうですね、浦安戦もあるし、あのセカンドの試合もすればあるんですよ、今週末に負けられませんから、何とか、だから今週末はお互いにこう、うん、負けられない試合なので、うん、まあいろんな意味で勝負の1週間になると思いますので、皆さんの投げ銭を期待してお賽銭箱ね、お賽銭を期待して、その期待に応えて
感動とか勇気を与えて心打てるようなサッカーを目指しますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、はい、マリさんどうでしょう、ありますか。もうちょっとゴールに飢えてるので本当に、うん、あのゴールを、ね、決めてあの心打たれるみんなが心を打たれるような試合をしてほしいなと思って今週楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。お賽銭です、マリさん大丈夫、光にまたごお賽銭しておきますからピラティス持って帰ってあります。明日ピラティスあるそうです。ああ、明日ピラティスね、はい、あのブラジルからもまた最終節、はい、あの心メーター開きますんでね、皆さんあのぜひ投票してください。それでは、今夜の出演者、東京西 FC の GM ね、原野大輝さんありがとうございました。それでマリさんありがとうございました。それからコメント参加の、はい、パラゲルさんありがとうございました。あと参加してくれた皆さんね、今日も当店お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。来週も水曜日夜22時に追加スライブでお会いしましょう。それでは皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。